マジでかー。くそー。半魚丼欲しかったなー。いや、浜寿司ガチャあるじゃん。浜寿司ガチャね。あれね、もう一回行ったんだよね。どうしても半魚丼、あとシークレット、サンリオのガチャのやつね、消しゴムのやつ、毎回行くしたやつ。あれをね、やりに行ったんだけどさ、なくなったって。代わりにでもね、ウルトラマンになっててさ、見たらシークレットがあって、ただね、シークレットね、シルエット出てるから、一発で誰だかわかるんだよね。まあ、とりあえずシークレットを狙って、こうって書いてあったから、多分全部光ると思うんだけどさ、いや、楽しみだな。シークレットじゃなくても、ぶっちゃけ全部当たり。正直、全部当たりなんだよね。ただやっぱシークレットと来たらさ、シークレット欲しいよね。ダディオ、おお、この白い周りの部分が光るんだ。で、まずラインナップの紙を出しまして、ダドーン、チッコラバストラッピング、暗いところで光る、ウルトラヒーローが浜寿司にやってきたということで、ウルトラマンデッカー、ウルトラマントリガー、ウルトラマン Z、 ウルトラマンダイナに、ウルトラマンティガー。そして、完全に分かっちゃうよね、これシルエットね。もうシルエットもう、あいつしかいないじゃん、これもう。もう、シルエットで分かっちゃうんだけど、まあ、この、一発でちょっと外しちゃったね。一発目はティガーだったから外しちゃったけど、まあでも、Z、デッカ、トリガーはちょっと欲しい、マッスル欲しいところなんだよな。まあ、ティガーも欲しいけど、一発目ティガだったからティガゲットできたんだけどね、今ね。やっぱ全部欲しいよね。コンプしたいよね。これちょっとコンプしたい、記念の、浜寿司の記念のガチャだからね。おー、すげえ。ティガ、一発で。これ全部、全体こう、蓄光タイプになってるから全部光るね、これね。すげえ。一発目は、ティガということで。で、二つ、いや、シークレット出るかな？シークレット絶対欲しいね。ちょっと待って、シークレット、俺、セブン大好きだからさ、あ、転生あるな。転生あったわ。サンリオのガチャもね、本当は開封してさ、正直コンプしたかったんだよね。サンリオのやつも、ハングルのも欲しかった。で、シークレット出るかどうか。でも、ウルトラマンに変わって、嬉しかった。ウルトラマンの方がちょっと、ティガとダイナ揃ったぜ。よっしゃ、めっちゃ調子いい、めっちゃ調子いい。ティガとダイナ揃った。これは、あと2個しかないけどね。あと2個しかないけど、いけるような気がする。ティガと、最後に一応さ、光らせて終わりにしようかなって思うんだけど、結構目のところも光るのかな、これ。ウルトラアイのところね。後ろが全部蓄光タイプだから、ビカーンって光りそうだよね。すげえ楽しみ。これはめっちゃ調子いいな。すげえ調子いいぞ。シークレット来るんじゃないか。いやー、楽しいだね。シークレッティング。シークレット来いよ。頼むぞ。さあ、三つ目、いきます！バカリス、シュゴー、シークレット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 、シ、おほほほほ、呪ってるる。もうかぶるのか。いや、でもしょうがないね。ティガかぶっちゃった。ティガかぶり。くそ、まだこんなに種類あるのにかぶるの？マジか。いや、でもちょっと、デッカートリガー Z 欲しいな。この3連星欲しいよな。どうしよう。でも、あと1個しかない。でも、今日はシークレット出そう。シークレット出して、次回こっちの3つをコンプ決めて、ね、終わりにしようかなということで。くそ、ラストは、いやー、かぶったか。かぶんないと思ったんだけどな。まさか第1回目からかぶるなんてな。くそ、まあ、しょうがないよね。運だからね、こればっかりはさ、運だからしょうがない。いくぞ、シークレッティング。シークレッティング、頼むぞ！シークレッティング、おお！ いやー、でもシークレット欲しかったね。シークレット欲しかったー。けどね、これ狙いだったから、いいや、Z ね。Z 降臨。やったー。あとはデッカとトリガーとシークレットのコンプか。4回やって1回かぶりで、今回の収穫はこのティガと、ダイナと最後に来た Z ということでね。まあ、残念ながらシークレット出なかったけど、また近いうち浜寿司行くから、その時にまたね、やってくるわ。浜寿司、浜コインゲットして、ガチャってくるわ。くそ、これ浜寿司限定だからね。浜寿司でしか手に入んないからさ、いや、どうしてもちょっとコンプしたいね。サンリオのやつコンプしたかったから、絶対、このウルトラマンはコンプ決めましょう。これぐらい光エネルギー貯めれば大丈夫かな。それではね、3、2、1、ポチッ。おお、すごい綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。お目の奥明るいね。ウルトラマンのイラストがちゃんと見えるわ。なんか光って、ウルトラマンの、
イラスト見えなくなるんじゃないかなって思ったんだけど、ちゃんと見えるね。すげえすげえ、こんな感じで光り輝くんだ。シークレットの光り輝く姿を見るのも楽しみだね。次回絶対出すから、ごめんもうちょっと待ってて、今日出せなかった。今日出たらよかったんだけどな。でも Z でき、ゲットできたからね。マジバター Z 超かっこいいね。光り輝く Z 素晴らしいわ。蓄光タイプっていうのがいいね、マジで。